どうも皆さん、こんにちは。ドライブです。今回から、ついに発売されました、ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドと、ポケットモンスターシャイニングパールのゲーム実況をやっていきたいと思います。で、自分はポケットモンスターシャイニングパールを選びました。かれこれ15年前にね、ポケットモンスターダイヤモンドパールが発売されて、その時も自分はパールを選んだんで、今回はダイヤモンド行こうかなと思ったんですけどね、やっぱり、当時を思い出しながらもう一度プレイしたいなと思って、シャイニングパールの方、選ばせていただきました。いや、あれから15年経ったんですね。当時自分、8歳とかですよ。8歳の時にやってたゲームがリメイクされて。すごいな。ということでね、早速やっていきたいんですけど、よく来た。これは多分七冠まで博士ですね。ポケットモンスターの世界へようこそ。七竈門博士、私の名前は七竈門。みんなからポケモン博士と呼ばれておる。この世界にはポケットモンスター、縮めてポケモンと呼ばれる不思議な生き物が至る所に住んでいる。この BGM 最高。ゴンベア、我々人間はポケモンと仲良く暮らしている。自分ダイヤモンドパールの次なんやろ、ブラックホワイトぐらいまでしかポケモンやってないんですよ。剣盾、もうちょっとだけ触れました。序盤だけ2、3個目のバッジでちょっとやめました。だから本当にポケモンやるのは久しぶりですね。一緒に遊んだり力を合わせて仕事をしたり、そしてポケモン同士と戦わせ絆を深めていったり。で、私はそんなポケモンたちのことを詳しく知るために研究しているのだ。さて、そろそろ君のことを教えてもらおう。あなたたち、おぉ、こんなに赤から選べんの？増えたなぁ。ここは剣盾仕様になってるのかな？で、今回なんか、衣装変えれる？おしゃれできるみたいなこと聞いてるんで、ちょっと女の子キャラでいこうかなと思ってます。ポケモンってなんか、女性キャラ人気すごいよね。光矢で。パツキ光をで、パツキ光で行こう。パツキ光で行きます。名前は自分の名前入れますね。もう女だろうと女性だろうとこの名前入れです。ドライブさんだね。そうです。ドライブというのか、いい名前だ。ありがとうございます。うわー、こっちの少年君の友達だったら懐かしい。から名前教えてくれたね。これ確かジュンやったな。あれ、ジュンじゃない？あれ？ふさし、そうすかってこと。確かでもこれジュンやった気がすんねんな。デフォルトの名前。で、だいたい俺こういうライバル系の名前とか友達系の名前とかさ。そういうのをね、なんか知らないですけど、昔からレームって決めてるんですよ。レームだな、それだって言うのが。ドライブ、これから君だけの物語が始まる。そこで君は様々なポケモンや多くの人に出会い、何かを見つけるのだろう。さあ、ポケットモンスターの世界へ。いやー、始まる。お、結局のところ創作隊の努力は虚しく、珍しい色違いのポケモン赤いギャルドスの姿を一目目撃することさえできなかったのでありました。これテレビちゃん確か。あ、ほら。懐かしい。というわけで特別番組赤いギャルドスを終え、あった全国ネットテレビことぶきがお送りしました。また来週このチャンネルでお会いしましょう。かわいい。愛おしい。かわいい。いや、ちょっと皆さん、めっちゃテンション上がってるんで、ちょっと。ひしょいっすわ。いや、かわいい。まだ。これが全力ダッシュなのかな。全然覚えてないですね。さすが15年前になると。この世界ではポケモンと人が一緒に暮らす。ポケモンを戦わせる人をポケモントレーナーと言います。傷薬とかもらわれへんね。あ、スイッチ置いてある。最新型のゲーム機だ。ちょっとだけ設定1回2か。こんな目的も書いてくれてる。これ早いにして、ウィンドウの変更、あ、ここか。めっちゃある。うわ、これかっこいい。これにしよう。
戦闘の目見て、試合のルールは入れ替えり。手持ちは自分で選びたい。ニックネームを登録する。ガイロセンス。ガイロセンサーって何やねん。自動でレポート。いや、これは自分でしたいな。なんか、ポケモンって自分でした方が良くない？いや、あんまわからんねんけど。この辺置かれていくかな。オッケー。いやー、じゃあ早速一回に行きましょう。わー、懐かしいお母さん。こんな髪型やったな、ママ。だいぶ？さっきレイム君があなたを呼びに来たわよ。なんだかよくわからないけど、お急ぎなんだって。で、こんな丸っこい髪型してたな。そうだドライブ、草むらに入っちゃダメよ。野生のポケモンが飛び出すからね。自分のポケモンを持っていれば大丈夫なんだけど。あ、なんか思い出してきたぞ。ちょっとちょっと、こんにちは。科学の力ってすげえ。今じゃ無線を使って世界の人々と遊べるんだと。レイムの家ここか。ほいドン。なんだってんだよ。ってドライブか。おい、湖に行くからさ、早く来いよな。いいか、ドライブ遅れたら罰金100万円。罰金制度あったな、こいつだけ。忘れ物。慌ただしい。お、レームママ。なんでレームちゃん、レーム見に来たの？あの子ったら今出て行ったのにすぐ戻ってきちゃったわ。本当にじっとしてない。誰に言ったのかしら。誰に言ったんだろうな。バックと冒険のと思っていくか。おー、ドライブ湖に行くぞ。道路で待ってるから遅れたら罰金1000万円に触れてる。ゼロ1個増えてたぞ今。あ、このスイッチ持ってる。ジョイコン片方だけ出してるな。なんか何やってたんやろ。ストラップつけてた。双葉タウンが懐かしいもんな。もう全然記憶にない。ちょっと探索したいな。またレムと一緒に遊ぶんだろ。ほんと仲良しだな。幼馴染、幼馴染でもありライバルでもある感じやねんな。来たよ。なあなあ、さっきのテレビ見ただろ。赤いギャラザスを追え。湖に現れた怒りのポケモンの謎。俺さ、思ったんだよ。あの湖にもあんなポケモンいるはずだって。だからさ、俺とお前でそいつを見つけに行くんだよ。うわー、ついに来た。はい、家の選択肢もなかった。懐かしいよ、宍道湖のほとり。よし、湖、赤いギャラザスを見つけるぜ。せや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 。博士、向こうも変わったことは何もないみたいですよ。そうか、気のせいかもな。どうも昔とは何か違うようだが、まあこの湖が見れただけでもよしとしよう。後期では戻るとするか。それよりも4年ぶりの新葉地方はどんな感じですか？そうだな、新葉地方には珍しいポケモンが多い。研究のしがいがあるだろうな。失礼、通らせてもらうよ。ちょっとごめんね。なんだ今の二人。あれ、ドライブちょっと見に行こうぜ。なんで草むらに入るのだってか。平気平気、ちょっとならポケモンだって出てこないって。こいつはマジで。カバンだ。さっきの人の忘れ物だな。どうすればいいんだ。届けように。今の誰だ。博士って言ってたけど。ムックル来たー。わがポッポケモン、なんだってんだよ。これ勝手にポケモンパチンねんな。モンスターボールだ。これで戦おう。どれにする。ナエトル、ヒコザル、おっちゃま。いや、どうしようかな。でも
俺は15年前ポッチャマ選んだんですよ。だから今回もポッチャマでいきたいと思います。ペンギンポケモン、ポッチャマ、このポケモンしますか。はい、うわー、ムックレア、ミコポッチャマ、いや、かわいない？戦う、叩く、いいよいいよ、1しか食らってない。どうせならメス行きたかったかなって感じやな。まあ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 、うわー、お前のポケモン、え、お前のポケモンすごかったな。だけど俺のナイトルの方がもっともっと強かったけどな。あやう、こいつ俺のタイプ有利を選びやがったな。で俺もお前も人のポケモン使っちゃったけど大丈夫だよな。放棄、よかった、カバンあった、まず残るとこだった。不自然に開いてる。え、もしかして君たちポケモン使った？うわ、博士にどう説明しよう。このカバンは博士のだから持っていくからね。なんだあいつ。だよ、とりあえずここから出ようか。さっきので俺のポケモン、俺のポケモンじゃねえだろ。俺のポケモン傷ついちゃったし、またポケモン襲ってきたらちょっとやばいんだよな。もういつからお前のポケモンになったんや。泥棒やないか、レーム。お前先に行けよ。何、ポケモン返しに行くのは当然だってわかるけど、もうちょっとこいつと一緒にいたいっていうか、お前そうやって俺に押し付ける気じゃないだろうな。いや、こいつがやるって言いました。七かまど可愛いない。この二頭身七かまど。あ、さっきの人だ。俺たちのことを睨んでないか。大きから聞いたが、ポケモンを使ったそうだな。見せたまえ。ふむ、ポッチャマになれたのか。ふむ、そうか、そういうことか。後期研究所に戻るぞ。怖え。逆になんか言ってくれな、怖え。は、はい、博士わかりました。後で研究所に来た方がいいかもね。怖えよ。その大きいゼリフも怖えよ。なんだ今の、怒るなら怒ればいいのに。それにポケモン返さなくてよかったのか。ドライブ、俺たちも帰ろうぜ。ママの頭のデカさが目立つな。頭のデカさって髪型のボリューム感がすごい。で、なに？そんなことだったんだ。でもあなたもレーム君も無事でよかった。その博士って人きっとマサゴタウンの、マサゴタウンの七仲間だ、博士ね。なんでもポケモンの研究で有名な博士って聞いたわ。あと怖いって噂も。やめて、大野さんといて。誰もどうしてポケモン使ったのか、きちんと説明するためにマサゴに行くべきね。大丈夫、きっと分かってもらえるわよ。ママ優しいよな。そうだ、誰もこれを履いていきなさいよ。お、ランニングシューズをもらった。走れるようだった。マサゴタウンに行くのだって冒険みたいなものでしょ。ランニングシューズ履いていけば遠くにだってあっという間。とりあえず解説しましょうよ。ありがとう。ランニングシューズは L スティックを深く倒すことでもっと速く走るようになります。あ、 B ダッシュとかじゃないんや。ランニングシューズを履いて思いっきり走りまくろう。だってかっこいい。うわー、ほんま速っ。倍以上悪くない？行ってくるわ。もう行ってんのかな、レイムは。レイム行きました。あら、あなたのポケモンと仲良しさんになったのね。え、お母さん騙されてるよ。なんて言われたんや。人のポケモンっす、これまだ。まだいただいてないです。勝手に持ってきたポケモンです。野生のポケモンは草むらから飛び出す。つまりポケモンと戦いたいときは草むらに、そうでないなら草むらを避けて歩くといいんだね。なるほど。お、リッパー、懐かしい。やっぱ
ぱりなんか全く知らんポケモンっていうよりもさ、こういう懐かしいポケモンが自分的には楽しい。アタック、剣盾ぐらいになってくるとさ、自分全然わからなくてさ、相性とかさ、知らんポケモンでテンション上がるけど難しかったよね、ダイマックスとか。この時でしょ、もうひたすら戦うだけの、まあ、ガチ勢からしたらそうじゃないんやろうけど、ダイマックスとかもなかったしさ、難しいよね最近のポケモンって。ポケモンの HP、 つまり体力が減ってきたらお家に帰って休めばいいと思うよ。お、私フレンドリーショップの店員です。ポケモンの体力が減ると戦う元気がなくなります。その時は傷薬を使ってあげるといいですよ。ということでサービスです。傷薬をどうぞ。ありがとう。これ走るとポケモン出やすくなるとかあんのかな。そこの段差は一方通行、飛び降りると双葉への近道。あ、後期。あ、待ってたよ、こっちに来て、博士が待ってる。ほら、ここがポケモン研究所。中でドン。こいつはゆっくり扉開けてゆっくり出てこいよ。なんだってんだよ、こっちのセリフやわ。ドライブか。あのじいさん怖いというか無茶苦茶だぜ。まあいいや、ドライブ俺は行くよ。じゃあな。なんだ、気持ち悪いってすっごいせっかちなんだね。まあいいや、中に入ろうよ。慌てんぼやな、あいつは。許してやってくれ。てんてんてん、やっと来たか、ドライブだね。もう一度ポケモン見せたまえ。ふむ、なるほど。このポケモンなんだか嬉しそうにしておる。うむ、わかった。そのポッチャマは君にプレゼントしよう。せっかくだ、ニックネームをつけるかね。ニックネームどうしようかな。つけようか。ニックネーム、ポッチャマ。いや、俺は全く関係ないニックネームつけよう。はい、ポッチャマのニックネーム決めました。モナカでいきます。いや、もう何でもなかっていうと、自分が今食べてるからです。それだけです。では、行きましょう。ふむ、なるほど。ソニックネームいいのかね。湖でのことはさっきレイムから聞いた。初めてなのにうまくポケモンと戦えたと。それに私が見たところ、君とポケモンとの間に、わずかながらも絆を感じる。だからそのポッチャマは君に、モナカです。君に任せようと思うのだ。君がポケモンに優しい人でよかったよ。そうでなかったら、ああ、考えるのやめよう。かわいい。うおっほん。さて本題だ。君に頼みたいことがある。私の名前は七日窓。ポケモンの研究をしている。まず、神王地方にはどんなポケモンがいるのか、そのすべてを知っておきたい。そのためにはポケモン図鑑に記録していく必要がある。そこでお願いだ。このポケモン図鑑を託すから、君は神王地方にいるすべてのポケモン、すべてのポケモンを見てくれ。オッケー。了解。うむ、いい返事だ。ポケモン図鑑をもらった。そのポケモン図鑑は君が出会ったポケモンを自動的に記録していくハイテクな道具だ。だからドライバーいろんなところに行って全てのポケモンに出会ってくれ。僕も同じポケモン図鑑を持ってるんだ。ポケモンと一緒に201番道路を歩いた時どんな気持ちだった？私は生まれて60年、未だポケモンと一緒にいるだけでドキドキする。いいか、世界にとてもたくさんのポケモンがいる。つまりそれだけたくさんのドキドキが待っている。さあ行ったまえ。今ドライブの冒険が始まるのだ。僕も博士に頼まれて図鑑のページを埋めるんだ。だから君とは同じ目的の仲間ってことだね。かついろいろ教えてあげるよ。俺は201番道路渡った時は懐かしいっていう気持ちでいっぱいやったよ。こういうのちょっと気になるよな、アイテム持ちてないかどうか。別ゲー感がすごいことになっちゃうけど。お、後期の父。
七日まで博士はカントの博士と一緒に新しいポケモンを作った。とかあるっすね、シャイニングパールとブリリアンダイヤモンドっていう名前の由来って光輝と光から来てるらしいですね。あんまかどうかは知らないですけど。あ、ドライブいろいろ教えてあげるから僕についてきて。この赤い屋根の建物がポケモンセンター。戦って傷ついたポケモンを元気にしてくれる場所だよ。ポケモンセンターはいろんなところにあるんだ。新設、こっちの青い屋根の建物はフレンドリーショップだよ。いろんな道具を買ったり売ったりできるお店だね。ドライブはポケモントレーナーに成り立てたから買える道具が少ないけれど、まあ気にしなくていいよ。おい、なんか鼻につくな。そうだ、ドライブの七カモ博士のお手伝いでポケモン図鑑を作ること家の人に言っておいたら。戻るのか、遠くに行くこともあるから言っておいた方がいいと思うよ。あ、その前にポケモンセンターでポケモンを元気にしてあげると安心できていいかもね。じゃあまた今度ね。わあ、このままレッツゴーってならへんねや。なんかアイテムちょうだい。レポート書いて記録。ポケモンいいな。あ、後期の家。誰？ダイブさんっていうのはね、博士の手伝いでポケモン図鑑作るのね。すごい、私のお兄ちゃんと一緒なんだ。妹さんか。七川のやつようやく帰ってきたか。あいつはすごい男でな、ずっと昔からポケモンの研究をしてた。わしの息子も孫も七川の手伝っておるぞ。なんかアイテムないんか？なさそうだ。とりあえず帰るか。さ、序盤の街にはあんまないのかな。で、この家にも寄りたい。なんか人と話さへんともらわれへんアイテムとかいっぱいあったよな、ポケモンって。さ、ポケモンセンターで体力回復させると。まあ、序盤はこういうチュートリアル的な感じやから、情報しかくれへんかな。お、なんか落ちてる。毒消し。ここで毒消しってことは最初から毒を使ってくるポケモン出てくるってことか。おったっけ？なんかビッパーとムックルぐらいしか俺記憶にないんやけど。いや、これもせっかくさ、このモナカをいただいたしさ、戦わせつ帰ろうや。ビッパー。ダメージ桜。モナカ強いやん、なかなか。え、そんなもん。1ダメージ結構タフじゃない、モナカ。おー、レベル上がった。防御やっぱ高いよね。水鉄砲覚えた。ムックル。なんかこれあれやろ、ガチ勢とかってさ、性格とかそういうのも厳選するよね。すごいよな、ポケモンって。そう考えたらめっちゃ奥深いゲームよな。そんなん気にしてポケモンやったことないわ。個体値とかあんねやろ。ちなみにうちのモナカはわんぱくな性格。あ、体が丈夫って書いてる。だって防御高いもん。特攻が下がってる。これってあれ、防御力が上がりやすくて特攻が上がりにくいよってやつ。じゃあ水鉄砲。
でも防御硬いっていいよな。ガチガチやで。序盤にしては序盤防御高いの方がいいんちゃう？知らんけど。まあ、自分は普通にストーリーを楽しみたい派なんで、こういうのはあんまり気にしないですね。おかえりドライブ、あなたはポケモン元気？ちょっと休んでいきなさいな。で、どうしたのドライブ？そんな仲間と博士からそんなすごいことを頼まれたの。よし、頑張れ。ママ応援しちゃうから。そうだ、ドライブ。いいものあるから持っていきなさい。めっちゃくれる、ママ。ありがとう。冒険ノートを手に入れた。ドライブは冒険ノートを大切なポケットにしまった。その冒険ノートにはあなたが冒険する中で気になったこと、疑問に思ったことが書かれているはずよ。いいな、冒険の旅。しかも一人じゃなくてポケモンと一緒でしょ。ママが行きたいぐらい。なんてね、うん、ドライブ。ママはもう大丈夫だから、思いっきり旅を楽しんで。あなたがいろんなことに出会って、いろいろ感じることがママのハッピーになるんだから。でも時々は帰ってきてよ。あなたがどんなポケモンを捕まえたかママも知りたいし。冒険に役立つ情報を書き込まれていくよ。バッグの大切なものから確認と。これなんか、あったな、昔も。ゲーム起動した時にさ、旅の記録みたいな一回表示されたよな。すみません、こちらにレイム来てます？え、来てないけど。そうですか、じゃあもう行っちゃったんだ。困ったな。あの子冒険するかってそれだけを言って飛び出しちゃって、向こうを見ずで無鉄砲だからこれだけ私と来たかったのに。大丈夫、ドライブ届けてくれるわ。ねえ、ドライブ。あ、はい、渡します。そう、じゃあお願いしちゃっていい？ドライブちゃん、これ、レイムに届けてね。お届け物を手に入れた。いってらっしゃい、冒険の旅楽しんできて。そうね、多分まっすぐコトブキシティに向かってると思うけど。じゃあレイムのことよろしくね。コトブキシティってあれや。あ、ドライブ大事なもの、または何かあるの？ああ、帽子かぶった。うん、やっぱりドライバーはその帽子がよく似合うわね。じゃあ行ってらっしゃい。行ってくるな。引き止めるなら今やで。行っちゃうで。じゃあな。ムックル。ポトブキシティってあれじゃん、ポケッチ。ポケッチ売ってるところ、懐かしいなぁ。ほんとずっとテンション上がりっぱなしやもん。19のケーキチ、なかなか美味しいな。こういうさ、ちまちますレベル上げるとかもめっちゃ好きやからさ、これ楽しい。これここで結構レベル上げていきたい範囲の、みんなどうなんかな。ガンガン進みたい人は進むやろうな。こういうの逃げたり選んでて、これここでレベル10ぐらいにしてもいいかなと思ってるぐらい。よし、倒した。水鉄砲強い。20もくれた。ピッパの方が美味しいぞ。1やけど。せっかくやしポケセンやろうかな。2階はコミュニティクラブ。元町といろんなことで遊べる場所よ。友達いないです、ごめんなさい。そこのお姉さんに話しかけてポケモン渡すと一瞬でポケモンの体力を回復、バッチリ元気になるんだよ。あの青いおしゃれなデザインのパソコン、君をポケモンを連れているので自由に使っていいのだよ。ポケモンセンターです。ポケモンの体力を回復します。お願いします。この BGM 最高。傾きシティ、うおー、後期。
ドライブでポケモンの捕まえ方のコツもうバッチリわかってるのかな。僕がポケモンの捕まえ方を教えてあげるからそこで見てて。さあポケモンゲットのチュートリアル。あ、野生のピッパが飛び出してきた。あ、後期はヒコザルなんや。あの、アマタヒコザルもらったんかな。かわいいヒコザル。揺れてる？リズム乗ってる。いや、いやいや、まだ、6割近く体力残ってるよ。もっと削った方がいいんちゃう？うわ、後期小遣い1万持ってる。いや、すげえな。やっぱ、助手って、お給料いいんかな。やったら、ピッパー捕まえたぞ。自分金あんのかな？ざっとこんな感じかな。本当はもっと体力は減らした方がいいけどね。うん、減らした方がいいと思うよ。そう、大事なのはポケモン体力を減らすこと。元気いっぱいのポケモンはなかなか捕まらないんだよ。あとはポケモンの技で眠らせたりするともっと捕まえやすくなるかな。お、モンスターボールくれるの、ありがてえ。ポケモンがたくさんいれば遠くまで行ける。そうすればもっとたくさんのポケモンに会えるからね。じゃあねー。え、今自分お金何本持ってんのやろ。トレーナーカード8000円持ってる。モンスターボール何個くれたん？あれ？傷薬10個。え、あの、え、20個。え、そんなくれんのこれ。ありがてえ。ありがとうございます。ムックル捕まえたい。うわ、コリンク！ゲームの中。懐かしいコリンク。しかもレベル4。電気ショックはやばい。やばい。電気ショックはやばい。ちょっと待てよ。水効かんよな、電気。電気ショックはやばいって。よい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 よ。もうお疲れ様でした。やばいやばいです。マジ死んじゃう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 。別に今俺誰とも戦えないです。まさかここでいきなりこんな強敵に出会うとは。ちょっと予想外の展開やった。てんてんててて。よーし、元気いっぱいやぞ。まずこの辺で。ムックル早速ゲットしちゃいますか。結構20個もらってるからな。いっぱいゲットしちゃうよ。まあ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 、そんなこともある。お、レベル7だった。まさか急所に当たるとは。ピッパ。そうか。あ、確かピッパって秘伝技さ。いろんな覚えれた気がする。秘伝技要因で捕まえるか。
おい、この HP 管理ね。なかなか攻撃力高いぞ、このビッパ。モンスターボール、よいしょー、ビッパ捕まえました。お、経験値くれんのよ。へえ。ビッパのデータが新しくポケモン使いに登録されます。ニックネームね。いや、俺はポッチャマ以外ニックネームはつけないっす。やっぱ最初に選んだポケモンなんでね、それ以外はつけない。回転回転。ムックルしかも、ムックルとコリンクも捕まえたい。やりよる。さあ、ムックル捕まえるぞ。はい、ムックルを捕まえた。あ、今ビッパーにも経験値入った。え、学習装置なし。もうリメイクダイパーは剣盾はそうやったけどさ、このダイパも学習装置なしでやらせてくれるんすか。でポケモン育てるのこれめっちゃ簡単じゃない。ほんじゃ、いちいち戦闘に出さんでもいいんやろ。こうやって名前っていつでも変えれんのかな、ポケモンの名前変えおじさんおんのかな、今時のポケモンにも。来た。君もポケモン取れない、僕もポケモン取れない、目があったからいざ勝負。いや、目は合ってなかったよ。一方的に話しかけられた。さあ、初めてのポケモン取れな。ポケモンバトルです。まあ、モナカには勝てへんで。いくら君のムックルがレベル5であろうと。4か、なかなかやるな。いや、素晴らしさか。あれ、最後は畑。いや、素晴らしさかいな。ナイス。おお、やっぱりそうや、みんな経験値もらってる。やっぱ戦闘に出たポケモンがちょっと多くもらえるのかな。立派レベル4。380円手に入れた。勝ち上げじゃい。ビッパ、フィニックスカートルミはビッパを送り出した。あ、捕まえたてビッパね、レベル3ってことは。いや、水鉄砲強ない。あ、でもなかなかそのビッパ攻撃力高いやん。よいしょ。リッパリッパビッパしてるやん。
パーティーでも作るんかな。はい、勝負勝った。348円。あの男の子より小遣い少ないんか、この子。女子高生ぐらいやろ。かわいそう。お前さっきも戦ったぞ、短パン小僧。やばい、俺の宿敵ゴリンク回復してない、回復してない。よし、かも威嚇持ち。やばいなこれ。戻れ、行けピッパ。ゴリンク対策ができてない。いいよいいよ。頑張れビッパ、頑張れビッパ。ビッパが死ぬ。ナイス救助。いやービッパ戦闘不能やな。うお、睨みつけるでかい。もう一発救射当てろ。きついか、ね、これ電気ショックだったら二人とも死ぬねんな。あと後ろピッパー、よう頑張った。いやもうどうせやモナカ頑張ってくれ。あ、水鉄砲効果あり。よし、いやビッパーのおかげよこれは。経験値くれ。電光石火覚えた。コリンクが強いわ。回復させに行こう。コリンクが強いな。序盤コリンクが宿敵すぎる。こんな序盤から電球技を使ってくるポケモン出てくるとは。俺もコリンク捕まえたい。コリンクじゃねえ、鉄砲一発。いいよ、レベルも上がっていく。気づけばレベル9よ。コリンク来い、コリンク。ムックル、まあこういうのもね、出てきたやつ倒しといたらレベル上がるし、味方全体に経験値入るから絶対倒した方が得よね。叩く、ナイス。おい、ビッパレベル上がり、丸くなった。朝にしか出てこないポケモン、夜にしか出てこないポケモン、出会えるまで待ち続けるぞ。傷薬めっけ。え、コリンク捕まえたい。え、出てこへんけコリンク。コリンク出てくるまで耐久やな。
たー、ついにコリンク。いや、どんだけ時間かかった、このコリンクに出会うまでに。ほんま長かったよ。水鉄砲で死んじゃう？いや、死なん。おお、神。いろいろレベル上がっちゃったこのコリンクを捕まえるがためにここ走り回って出てくる野生のポケモンを倒しまくってた。オッケー、ムックレベル7なってますもんね。ピッパレベル6なったし、モナカもうレベル上がりそうやし。きたー、電気タイプ。よし、やっと進める。コトブキシティ、お、後期。博士のところに戻んのか。今ドライブどれだけポケモン捕まえた？うわ、4匹もポケモン連れているんだね。そうそう、コトブキには、コトブキにはトレーナーズスクールがあるんだ。ドライブも行くといいよ。そういえばさっきレイムも言ってたっけ。それじゃあまたポケモン図鑑頑張ってね。あれ、帰るね。何しに一回こっち来たん。ここは？あ、ずれちゃう。ここ何？ファミナさん、こんにちは。どうすればいいか分からなくなったら、とにかく話をする。いろんなところに行く。そうすれば道が開ける。ポケモンは奥の深い不思議な生き物だ。だけどトレーナーの一番の基本は、ポケモンを戦わせること。それだけさ。カップルかな、この二人。君知ってる？ポケモンの中には戦って強くなる進化をして姿形が変わるやつもいるんだってさ。進化するっていうのが何もくれないね。なんかくれよ、アイテム。アイテムよこせよ。あ、スイッチやってる。今友達とポケモン交換してるんだ。いいな、友達おって。ポケモンには詳しいのか？いいえ。そうか、詳しくないのか。でも大丈夫、トレーナースクールがあるぞ。あそこではポケモンのこといろいろと教えてくれるからな。トレーナースクールにレームを来てるって言ったの。炎とか草や水とかのタイプがあるでしょ。そのタイプによって有利不利があるんだって。ポケモンを6匹連れている時にさらにポケモンを捕まえると ポケモンボックスに送ることができる。なんかちょうだい。会のコミュニティルーム押してくるな。いいね、4匹。ミミロル捕まえたいな。ミミロル懐かしい。ほうか、モンスターボールで捕まえたポケモンは同時に6匹まで持ち歩ける。ポケモンジムにいる強いトレーナーに勝つこと。分からないことを調べていくといいわよ。俺は勉強家。俺なんか黒板に書かれてることバッチリ覚えたぜ。自分の大事なポケモンを傷つけたりしないために頑張るのがトレーナーだからさ。でドライバー何しに来たんだよ。え、渡すものがある？お届け物を渡した。なんだこれ、やったタウンマップ。二つも入ってる。うん、二つあってもな。いいや、ドライブこれやるよ。ありがとう。タウンマップを手に入れた。タウンマップで見る限りは次は黒金シティかな。あそこにはポケモンジムもあるし、捕まえたばかりのポケモンを育てるのにぴったりだぜ。ということで、俺の最強トレーナーへの道が始まるのであった。じゃあな。黒金シティ、なんか、あんま記憶にないな。黒板にポケモンが戦っている時に起こる体調の変化について書かれています。あー、なるほどね。ほら、いいや。ポケモンタイプの勉強したよ。草は炎、炎は水、水は草。三すくみね。まずは実践で勉強。ポケモン勝負してもいい？いいよ。どうせビッパやろ。ビッパムックルとかビッパとかやろ。ケーシー欲しいな。
出会ったポケモン全部欲しくなってしまう。チャージビーム、いや抜群、電気技や。でしかも速攻上げられた。やばい、耐えれるか。耐えれた耐えれた耐えれたのはいいけどさ。よっしゃ、ナイス。大物かレベル10、コリンクレベル4。コリンク電気ショック覚えた。ああそうなるんだ。いやなかなか強い技覚えてるやんけ。ちょっと一回回復するわ。ありがとねー。何回も言われるから、ここのポケモンセンターにはジョイさん待っててな。お前も勝負か。ポケモンと友達になったばっかり、うまく戦えるか分からないけど私と勝負してよ。覚えたこと忘れないうちに試しとかないと。ケーシー、うん、またチャージビームや。きつい。俺序盤ポッチャマ選んだ人不利やな。しかも相手の足場し高い。 OK。 あ、よかった、ここ上がらんで。はい勝ち。いや分からん、急所当たるかもしれない。よしよしよし、はい勝ち。いやどんどんレベル上がっていく。408。よかったら彼の隣の彼から技マシンもらってよ。フレンの技マシン、チャージビームちゃん。全然かなわなかったよ。この技マシン君なら使いこなせるよ。どうぞ。技マシン中を手に入れた。奮い立てるのはそう、チャージビームじゃないんかい。攻撃と特攻を同時に上げられるんだ。技マシンは使っちゃうとなくなるから。ああそうなんや、無限じゃなくなってるんや。剣盾無限やったよな。まあ、3個目のバッチぐらいしか私しかやってない、俺が言うのもね。あでも3個くれてる。なるほどね。技マシンってあんま使いたくないねんな俺。なんかもう二度とゲットできない感すごくない、技マシンって。3個もらってるから2個は使えるな。1個は絶対置いてきたい派。あこれ社長さんじゃない、ポケッチカンパニー。あなたポケモントレーナーなのにポケッチを持っていない。ポケモンウォッチ縮めてポケッチ。それにしても珍しいね、おじさんね。ポケッチ作ってるんだよ。それでポケッチのキャンペーンしてるよ。コトブキシティにいる3人のピエロを探し出してね。そうすれば君にもポケッチをプレゼントします。懐かしい3人のピエロ、早速ここに来てるよね。はい、ポケッチキャンペーンです。では早速クイズを。ポケモンはポケモンを倒すことで経験値を得て強くなる。はい、ピンポーン。ポケモンは他のポケモンを倒すことで強くなります。中には強くなるとき進化といって姿形をまるっきり変えるときもあります。ではこのポケモンの引換券をどうぞ。3人言ってたな、3人逆さまか。こういう人らからも何かもらえたりする。あんまり関係ない話ばっかりするな。君はどこから来たんだい。クダタウンか、静かでいいところだよね。
グループに入ってみない？グループに入るとな、通信仲間と競争したり、協力したり楽しいよ。クランみたいな感じ？いいよ、一人やし。はい、ポケチキャンペーンです。では早速クイズオーバー。ポケモンに道具を持たせることができる。できます。道具の種類によって持つだけで効果が現れたり、君の木の実のように戦っている時にポケモンが勝手に食べたりします。ありがとう。いたー。ポケモンだけでなくポケモンの技にもタイプがある。ありがとう。ポケモンと一緒に歩いてるとだんだん懐いてくれる。そんな気がするんだよね。引換券数えるよ。ではポケッチを使って 1,2,3 枚。お見事だね。じゃあ引換券をもらって、あなたにはポケモンウォッチ、ジジミとポケッチをどうぞ。ポケッチをもらった。ポケッチにアプリを追加するとできることが増えていくよ。 R ボタンを押してポケッチを使ってみてくださいね。 R ボタン起動してタッチで操作。R ボタン流してしまえるよ。すげえ。よかった、タッチで操作って書いてるからさ、俺今プロコンでやってるからさ。だって指のマーク出てくれてよかった。あ、ここに乗っけとくこともできんねや。現在時刻邪魔やな。なるほどね。ここは？あ、パチリス、ピカチュウ。あら、かわいいポケモンね。これ、先生の爪。持ってあげるといいかもね。先生の爪ですね。これ最初、先生の爪やと思ってさ、汚ねえと思ったよ。先生の爪やね。誰の先生の爪やねんと思ってたわ。もう中に戻しておこう。もうなんかちょっと足遅いからね。ルネルショップでヒールボール買った。捕まえたポケモンの HP が満タンになるんだよね。なんていうか、ポケモンが技を出すのが好きなんだ。で、強くなって新しい技をポケモンが覚えるだろ。そうするとまた技を出すのが楽しくなっちゃうんだよ。こんくらいかな。進もう。お、ねえねえ。おいドライブ、ちょっと強くなったか？俺聞くなよ。強くなったに決まってるだろ。さあ勝負だぜ。もう俺のモナカには勝てへんな。てかまだ2匹しか捕まえてへんのかよ。ムックルね。うわ、レベル7、なかなか強いな。ミステッポー、めっちゃ大ダメージ与えられる。まだまだ勝負はこれから。水鉄砲、はい。コリンクレベル6、ナエトル。飛行技まだ覚えてないねんな。こっちまでゴリ押すか。畑。体当たり。畑。お、先生の爪。これはもうぶつかり合いやな。はい。うわ、殻にこもりやがった。防御力上げやがったな。
HP が減ってきた。いやいや、ポッちゃん気がどんどん防御力上げおる。ポッちゃん気合を出せ。気合で防御力のからなんか破っちまえ。ダメージが渋くなってきた。次で勝てる、次で勝てる。よし、霊夢まだまだやな。めっちゃ経験値くれる。甘える覚えた。おお、翼のやつ覚えた。もうちょっと早く覚えてほしかった。なんだってんだよ、俺負けちまったよ。1188円、めっちゃくれた。うわー、負けたのかよ。だけど俺が負けるのはこれが最後だからな。なんたって俺は世界で一番強いポケモントレーナーになるんだからな。よし、まずは黒金のポケモンジムに挑戦だな。鍛えまくるぜ。なるほど。これをちょっとポッチャマを回復させて。はい、というわけでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。気づけば1時間近くプレイしていましたね。いや、久々にやったんですけど、めちゃめちゃ楽しいっすよ。やっぱダイヤモンドパール最高。もう土世代ということもあってね、ほんまにずっとワクワクが止まらないです。これからね、このチャンネルではシャイニングパールの実況もマイペースに上げていくと思うので、よろしかったらぜひチェックしていってください。本当に最後までありがとうございました。よろしければチャンネル登録と評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。